彼女の作り方が知りりりたいやっぱ切実ですよねう彼女の作り方思い出してみたんですけどうんどうやって作ったか、まあ、出会ったかどうやって彼女彼氏になったか思い出してみても分かんないんだよね。 これ多分ねみんなそうだと思うんですよね youtube であの外の大人の方々も受けてらっしゃいますけどどうやって彼女作りました覚えてます多分ね覚えてないです <laughs> なんか自然になってません彼氏彼女にまあ、いやもちろん告白だのいいっすねいいですよねみたいな話はありますけどなんだろうね改めてさ彼氏彼女の作り方出会い方って言われるとどうすればいいのかってわかんないですよね あんんまり明確なな答えってないんですよねただ少なくとも出会う数が多くなければ選べない選べないっていうかぴったし会う人が見つからないのでその意味では出会いいの数がよっぽどど重要なんだろうだなと思いますけどね、えー、でそれでリア,ルタイリアルタイム対面か対面で会うチャンスが少なくなっちゃったのでじゃあもうしょうがないやつってオンラインでまあそういうサービスであったりとかそういう仕掛けはあったりはしますので、まあ、そういうのもね使っちゃえばいいんじゃないとは思います けどね、まあただ一つだけ言えるのは。 ちゃんと相手のことを見て、ちゃんと相手のことを気遣っておしゃべりしてください。これ重要ね。あの、3つとも重要で、相手のことをちゃんと理解して返事してください。なんかね、一方的にね、自分の好きしか言わない人いるんですよ。それは違うよ。相手の好きなこと、相手が考えてることを読み取ってワンクッション置いてちゃんと言った方がいいですよ。それが確実性を増す方法です。で、それがね、最初わかんねえんだ。最初わかんねえんだ。オタクの話しちゃうんだ。自分の趣味の話しちゃうんだ。 そういう時に、えー、いけないなという反省が重要で、えー、そのためにもですね失敗もたくさんしてください、はい、失敗すればするだけ何つ、えー、うんでしょうかね優しくなりますので <laughs> はい